10時2分、5分ほど休みましたね。では改めて今度は一道山の方に行きましょう。これをね、あっちに行ったら松濤山なんですね。今日はね、そっからね、またこれ左にね降りて行くんですよ。こっちにね、いや、あと3キロですか。さあ、ほんとこっからどうなるやらね。このね、大五丸、標高で850メートル以上あるんでね、結構涼しいですね。渡る風が本当に爽やかでいいですよ。いや、今日麓ではね、30度以上超えるって言ってもね、まあ、ここ800メートルあれば麓よりは5度は低いわけでね。で、本当に今日は奇跡のようにね、この晴れていて、しかもね、湿度も軽いという、まあ、本当に絶好な日和ですよ。あそこの透けてるとこが大五丸でして、で結構このぐーっと下ってきてね、こっから先もまだまだちょっと下りますね。あ、まだもう一折りあるな。考えてみればさっきいたね、大五丸、あれが今日歩く道の中では最高地点なんですよね。尾根歩きなんでね、緩い登り返しがあるのはしょうがないんですよね。事前にここをじっくり地図で見ると、だいたいね、この道尾根の等高線に沿って走ってる感じでね、だからなんかこうアップダウンがあっても20メートル以内って感じなんですよね。いや、地図の等高線がね、20メートル刻みですからね。でも20メートルって言っても結構あるんですよね。5階建てのビルでね、14、5メートルはありますからね。だからなんだろうね、ビルの8階ぐらい、その8階建てのビルぐらいを登ったり降りたりって感じですね。いや、でも本当にまだここずん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 下ってますよ。まだまだ続きますね。ようやくね、ガンガン下ってきた道も緩やかになって穏やかになってきましたよ。それにしても本当にこっちの道人がいないよな。本当静かだしね、まあ、それはいいんですけどね。昨今登山ブームで山での事故が増えてるとかね、よく報道されるんですけどね。でもブームにしちゃ誰もいねえなってとこですよ。ここで一段落かなと思ったら、いやいやいや、まだこっちの方で道がどんどん下ってんな。でもこの先ようやくね、またなだらかになりそうだね。いや、本当にどこまで下るのかな。やっと下りが落ち着いてきましたよ。やった、縦札だ。でも800メートルしか来てない。あと一道山まで 2.4 キロ。まあでもね、この感じの 2.4 キロならなんかなんとなくダラダラやってりゃついちゃうような気がしますよ。まあ、あくまでも気がするってだけでね、初めての道だから。でもこの雰囲気ならそんなきつくはないと願いましょう。結構下ってきてね、大五丸よりはかなり標高落としてますよね。まあ、それでも本当にさーっとね、爽やかな風が吹いてきていいですよ。湿度が違うとここまで違うんですかね。私はね、こういう感じの道大好きなんですけどね、人によっては退屈でかなわんでしょうね。もう右もね、左もね、木が茂って何も風景見えないですからね。ひたすら緑が見えると、まあ、私はそれが好きでやってるんで、全然飽きないし、空気がうまいしね。こんなに緑豊か、そして人がいないんですが、なんと東京都なんですよ。そう、これ東京都なんですよね。この道がね、境目のはずなんですよ。右が八王子市で、左がね、檜原村で、これがね、その境界線ってわけでね。こっち村なんですよ、東京なんですけどね。そう、これも東京都です。ちょっとそこでピークを越えたと思ったらまた軽く下ってますね。まあ、確かにね、軽くね、本当に上り返しあるんですけど、やっぱり下りのベクトルの方が多いですね。
でも路面状況はすごくいいんですよ。こんな感じですからね、もうザレバガレバとかそういうのね、滑る心配が全然ないという、いやこんなお散歩道でいいんだろうか、こんなに、ね、道がいいとは思わなかったですね。お散歩みたいな登山道といってもね、登山ですからね、これを楽しむためにはここまでやってこなきゃいけないってもんがあるんですよ。だからある程度ね、これはね、山をやれる人の特権ですよね。結局登山ってのは体力ですからね、もう体力がね物を言うってわけだから、まあ、日々そういうのはね鍛えておいて損はないですよ。もう 1.6 キロ大五丸から来たか。お、一道山 1.6 ってことはちょうどここが半分ですね。前半半分よりもね、後半半分の方が短くは感じるんですが、まあどうだろうかね、道の状況次第ですからね。ちょっとこっから少し登り返すのかな。あ、でも大したことはないな。さっきね、トレイルランナーっぽい人と一人すれ違ったんですよね。まあそれっきり人影ないですね。まあいいんですけどね。いや本当にね、こんなカラッとしたいい日にね、なんだ、まあ倒木か、まあ山道あるですよ。こんなものは単にまあ前たいでくだけ、ちゃんとついてますね。あ、こんなね登山日和の日に貸し切りで歩けるなんてね、なかなかないですよ。山、そう、もう今のこの時間ね、高尾山だったらもう人でうじゃうじゃですよ。陣馬山もかな。そこそこ山頂の近くまでね簡単に行ける山ってだいたいそうですよね。ケーブルカーあったり、あるいは林道みたいなもんでね、駐車場がすぐそこにあったりとかね。ちょっと登り返してはね、ガッと下っての繰り返しで、結局本当に下り成分が多すぎるような。で、こうなんかやたらとヤブが濃いけど大丈夫かね。まあ踏み跡はちゃんとしてるしな。まあこれも山っていや山なんですけどね。あ、大丈夫だね、また回復してきたな。いや夏のねこういった山歩きってこのヤブがね厄介なんですよね。これが奥高尾縦走路みたいにね、あんだけ幅広くて歩く人もたくさんいりゃね、そうそう生えないんですけど、こういうね通向きの道だとそうもいかないんでね。こりゃどっちだ、やっぱりこっちだよな。若干荒れてきたな。あ、でもまたこれこの斜面登んなきゃいけないのかな。でもまあ大したことないわ。うん、確かに本当に登ってるな。立て札ありますね。あとどれぐらいだ。あ、結構来ましたね。大五丸から 2.3、 一道山が 0.9、 仮寄せ山、そう、今日はここも行くんですよ。それが 6.8 キロ、まだまだありますね。とりあえずは一道山ですね。で、これを行くんですか。なんかこっちにも良さげな感じがありますけどね。ちょっとだけ行ってみましょう。まあなんか続いてるみたいですけど、やっぱりこれは違いますね。じゃあやっぱりあそこからね、ちょっとあの狭くて険しい下りを行くしかないようですね。では改めてね、ここをね左一道山へ行きましょう。まあ確かにね、ちょっとこっち行きたくはなりますわな。道良さげに見えます。でもこっちなんですよね。おやおやおやって感じですよ。あ、でも少し下ったらまた良くなるのかな。 この間だけがちょっとね厳しい。あ、でもやっぱり若干厳しいな。下の方パーッと開けてるけど、あれ道なのかね、あれは行くのか。いやちょっとわかんないな、本当初めてだからね。とにかくこれを行くしかないよな今のところは。いやちょいとこれはね、よっ、狭い上にごちゃごちゃしててね、ちょっとお散歩コースだった今までとはちょっとわけが変わってきましたけどね。なんとかね崖っぽい狭いね
やばいところは抜けましたよ。もうちょっとここは骨っぽい感じで、まあそれでもちょっと足場は若干こうなんでね、注意しなきゃいけませんけど、さっきよりはマシですよ。しかしね、パーッとねこの爽やかな風が吹いてくるってね、いや生き返りますね。夏だからいいんですよね。確か予報だとね、今日ここら辺3メートルやら5メートルの風って話でね、冬だったら5メートルの風ちょっと寒いなとか凍えちゃうなって思うんですけどね、いや夏だったらありがたいですよ。ちょっと風吹いてくれなきゃね、本当に湿気っていうかね、この熱気がねこの体にこのまとわりついてもう鬱陶しくてやってないんですからね、それをねこのファッとね風がね吹き飛ばしてくれるという、いやなんともいい心地ですよ。なんかいい道が脇にありますよ、こういう道。まあそれはそうです、こうやってね道はついてるんですけど、こっちになんかちょっとこれは見てみよう。え、なんだいこりゃ。あ、そうか、さっきパーって開けてるのはこうつながってんだな。いやこれ、いや車道だよな、じゃあ林道か。うん、でも地図にはね、まあ証文社の地図がね余計な道を書かないっていう主義なんで載ってないってわけでね、うん、まあでもしょうがないね、こっちが登山道だからちょっとこっちを行こう。よいしょ、いやこっちでね歩いていけんなら越したことはないんですけどね、とりあえずは平行してるのかな。でも平行してると思ったらあっちがねぐっと下の方に下っていったりとかありますからね、まあ、とりあえずこれがまあこの道をたどれば間違いないんで間違いない方行こう。でもあっち行きたいな。立て札が倒れかってますがね、醍醐峠、ここは地図の醍醐峠ではありません。いや実際ね地図の醍醐峠はずっとあっちですからね。なんか、ね、左上に9って書いてありますよ、まあ、これは無視していいんですかね。今まで下りまくってたツケ負債がここで来ましたね。これぐわっと登り返さなきゃいけないようですね。これを登って一道山ってとこでしょうね。ちょっと結構あるけど行くしかないね。でもいいんだよな、これ上がる以外ねルートはないですもんね。脇はこんなんですからね。いやえれえ角度だよ本当。どうやらルートは合ってるようですね。お散歩道がずっと続くと思ったらなかなかなもんですよ。こっちじゃねえな、こっちだな。いやこれはこの先どうなってんだろうね。こっちか、踏み跡はこっちっぽいけれど、もうすぐそこで終わりってところか。じゃあこれを登んなきゃいけないんだな。いやほんとこういったねこのね下枝を払ってあるこういう林ですか、本当に迷いやすいんですよね。木の根っこのね階段の尾根を抜けたら、いや道になってた、いや一瞬迷うかと思ったよ。あここからちょっとねザリ場とかちょっと混じってくるな。いや助かった、前方から人が来ましたよ。今の人ねこっちから出てきたんで、じゃあこのルート行きましょう。いやこういったねマイナールートっていうのは本当にこういうの困っちゃうんですよね。自分が歩いてるところは本当に正しいかどうかって、しかも道もこんなんですからね。まさかあの人たちも迷って、ね、それで戻ってきたってことじゃないでしょうね。そういうこともあるんでね、このままずかずか上がると思ったらこれまた下っちゃうのか。これなんだろう、斜面を巻きながら徐々に高度を上げていくって形かな。おや分岐ですよ、一道山分岐。もう775メートルかね。またなんかレースのこういった書いてありますがね。おお、あと100メートルだ、100メートルで次行くのがこの仮寄せ山5キロか。まあなんとかなるでしょう。とりあえずねこの一道山あと100メートル
行きましょう。いや、ここまで来たか。あ、道がなんとかいい感じになった。いや、苦労が報われますね。まあ、また相変わらずどんどん草深くなってきたな。うん、あと100メートルと言ってもね、あの分岐からね、いや、こういう状況の100メートルじゃな。木の柱がなんかデーンと前に突っ立ってますけどね、これが一道山の頂点っていう印ですか。あ、そうですね、なんかそれっぽいですね。あ、こんにちは、どうも。いや、じゃあここがそうなのか。あ、そうか、東京都でね、うん、あ、一道山間違いない。標高795、あ、これも800メートルあるか、マウント一道。ちょっとね、景色の方はこの木の間からなんとか見えるって感じですね。うん、まあ大五丸と、まあ大五丸より狭いですけどね。うん、なるほど。さて、時間はですね、11時35分。今日は和田のバス停を8時20分過ぎに出て、こうぐーっとね、歩いてきて、まあ時間を足すとですね、この一道山、だいたいね、11時前後なんで、まあコースタイムだとちょっと30分ほど遅いですね。まあしょうがないです。いろいろそこは人によってペースがあります。で、次はこれぐーっとね、こう行って、次はこのね、仮寄せ山なんですよ。いや、このね、峰見通り、これがね、ちょっとね、この724からこの669の間、この段左衛門の峰の間です。これ、東高線ね、100メートル下って60メートル上がるって読めるんですよ。いやー、もう一息ありますね。